もやしもんは、石川雅之による日本の漫画作品。青年漫画誌、イブニングにて、2004年16号より2013年10号まで、連載後、月刊オーニング2に移籍し2013年8月号より2014年3月号まで、連載された。2011年2月時点で、コミックする意発行部数は570万部を、記録している。 肉眼で菌を見ることができる主人公、沢木を中心に、菌、ウイルスに関わる農業大学の学生生活を描いている。英語表記は、テールズ・オブ・アグリ。2007年10月から12月まで、フジテレビのノイタミナ枠にて、テレビアニメが放送された。2010年には実写ドラマ化もされており、同年7月から9月まで、テレビアニメと同じくノイタミナ枠で放送された。 2012年7月から9月まで、もやしも、ん、リターンズが、アニメの続編として放送された。作者の説明によると、農大で金と、ウイルスと少しばかりの人間が、右往左往する物語である。東京にあるとされる、暴農業大学に入学した、金の存在を肉眼で視認できるという不思議な、能力を持つ、主人公、沢木宗衛門自家宝をめぐる学園ドラマである。 第5巻収録の第49話冒頭では、ミニマムな団体劇とも表現されている。自家宝に見える金は、デフォルメされたキャラクターとして描かれている。作中で、金たちがたびたび発する、繁殖する、発酵、腐敗させることを意味するセリフ、カモースは、作品のシンボル的フレーズとなっている。本作の連載においては、救済や原ページが多い。また、 単行本の新刊が発行される数ヶ月前にも、その編集、本編の修正、過失作業のために救済することがある。当初は、イブニングに、毎号掲載されていたが、2008年から3号、掲載、1号救済というパターンでの掲載が定着している。主に登場する金類がデザインされた T シャツや縫いぐるみ、フィギュア等のグッズも発売されている。 タネコジアの次男坊である、沢木宗衛門自家坊は、菌やウイルスを死にし、会話ができるという不思議な能力を持っていた。自家坊は、幼馴染みの結城ボタルと共に、祖父の友人である喜喜比倉が教授を務める、某農業大学へと入学する。院生の長谷川遥とゼミ生の無藤葵、煽い、密造酒の製造に失敗して、 多額の借金を背負うことになった2年のミサト・カオルと、川浜・タクマ、偶然ゼミに参加することになった1年のオ川、カは、はを加えた面々は、金とウイルスにまつわる、様々な騒動に巻き込まれてゆく。単行本は、12巻までは、イブニング・ KC、最終13巻のみ、モーニング・ KC として講談社より発売されている。3巻以降は、 特装版内紙限定版が発売されており、同梱品、カバーカバーした、時間予告等が、通常版と異なる。なお、最終ページにある、時間予告は、全くのデタラメが書かれており、内容は予告なく全然変更になることがあります。という文が添えられている。そして、それぞれの単行本の下側には色々と、小ネタが印刷されている。講談社より、絵本版。 金の折贅シリーズが発売。作、え、石川雅之。単行本2巻の第23話に登場した、大銀城性原始竜人丸中ドリムロは、ネット注文のみ、限定10本が、応募者多数と予想されたため抽選で販売された。ちなみに、単行本、第2巻13話に登場した、大銀城性原始竜人丸は、限定品ながら、高垣主蔵で、 一般販売しているが、2006年3月31日に発売された2006年度産は10時間ほどで完売した。関連品として、同社では純米銀醸製酒、カモス像を発売している。これには作者がデザインしたラベルと公募金とロゴが描かれているを使用している。中身も作者自身が聞き酒して選んだ品を瓶詰めしている。 2006年度産はわずか13分で完売。2007年度産は抽選販売となった。2010年にドラマ版の放送に合わせ、沖縄県石垣市の受福酒造が製造した、受福もやしもん泡盛が7月8月に合計3000本限定で、受福もやしもん梅酒が9月に2000本限定で発売され、いずれも即完売となった。 2007年10月12日から12月21日まで、フジテレビの痛みな枠で放送された。全11話、五巻の裏表紙に石川雅之と高岡淳一によるアニメ、もやしもん初期設定画がある。通常版が長谷川春花編で、特装版は武藤葵編。他のキャラクターは橋の方に描かれている。オープニングエンディングには、 原作のデザインの最近、菌類、ウイルスたちしか登場しない。オープニングは実写と 3DCG の合成で、エンディングはクレイアニメ風の CG である。エンディング後に、金劇場という金たちが登場するアニメがある。時間予告は短く、気喜びぐらが一言喋る。オリジナルサウンドトラックは2007年11月に発売された。 放送で聴かれたほとんどの楽曲が収録されているが、金劇場の予告と長谷川の少女時代の場面で、使われた楽曲は未収録。洋画のサウンドトラックのパロディに聞こえる楽曲がいくつも、ある。2007年10月22日には、第20回東京国際映画祭にて、本作品の OP、ED、第1話と、第2話の A パートと B パートと、金劇場。 開催当日には、未放送の第3話の A パートと、近劇場が上映された。作品上映前には、AI は森役でもある日本放送の吉田、久乗アナウンサーの司会で、矢野雄一郎監督、八木隆一 CG 監督、声優ゲストとして、ハイキングウォーキングの鈴木久太郎と松田博雅、ムーディ勝山、中村美宇、主題歌担当の犬のさらさが、 舞台挨拶を行った。また作品上映後に OB 映像の CG メイキング映像も流された。八木監督のコメントによると実写部分は東京農工大学農学部府中キャンパスで撮影され、同大の学生、陰性もエキストラ出演しているとのこと。原作中では未成年である沢木、ホタル、葉月等も飲酒するシーンが多々見られるが、アニメ版では テレビ局側の自主規制の影響により、ノンアルコール飲料を飲んでいたり、別のキャラが代わりに飲酒している。2012年7月6日から9月16日まで、第1作目と同じく、ノイタミナ枠にて、もやしも、ん、リターンズのタイトルで放送された。全11話。鹿児島テレビテレビ長崎、佐賀テレビ以外は、ノイタミナレギュラーネット局。富士テレビ721。 CSHD では2話連続放送。初回特典は、原作者絵描きおろしキャラと、3D、CG キャラ共演パッケージ。特典映像は、金劇場デラックス、最近たちのミニストーリー、発酵食品の衝撃映像。第1から2話、収録、2007年12月21日発売金、劇場デラックス1、町内フローラ第3から5話、収録、 2008年1月25日発売金、劇場デラックス2、表皮調剤金第6から8話、収録、2008年2月22日発売金、劇場デラックス3、ネケン、第9から11話、収録、2008年3月19日発売金、劇場デラックス4、カリブの黄色いジュゴンちゃん DVD、ボックスドラマ化記念として発売された。 DVD と同様、1から4巻で、折り勢のぬいぐるみ以外、特典として同梱されている。また、2011年10月26日に、第一期前話を収録した、ブルーレイボックスが発売された。ドラマ、もやしもんの撮影が行われた茨城大学の、アミキャンパス2010年7月9日から9月17日まで、フジテレビ、のいたみな枠他にて放送。 撮影は2009年12月から2010年2月初旬にかけて茨城大学農学部のアミキャンパス内で行われた。金たちはアニメ OP で使用されたものと同様の CG で描かれたほか、メカや特殊車両などが CG で描かれたり、VFX も多用された。ドラマ本編において種類を製造する場面が見られるが、日本の取税法により、 個人での種類の製造販売が禁止されているため、画面下部に許可を得ず、種類を製造、販売することは、取税法により禁止されているよとのテロップが表示された。脚本には、アニメ版の高橋夏子、原作者の石川雅之も参加。各解剖等オープニングタイトルとは別に、レギュラー出演者の名前がクレジットされるが、原作コミック各館の想定。 デザイン同様シークエンスのデザインは各和ごとに変えられている。もやしも、第1巻もやしも、第2巻もやしも、第3巻もやしも、第4巻発売元は東方。各巻とも初回生産限定版と通常版がある。2012年7月5日から2013年2月6日、おっと泉にて、ラジオもやしもん、リターンズボーの大放送祭。 のタイトルで毎週木曜に配信された。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できますもやしもん、リターンズに関するカテゴリー、もやしも、DS に関するカテゴリー、農大物語に関するカテゴリー。ありがとうございます。